ではゼッケン57番スタートです。おー出ました、今大会初のフライング。さあ頑張れ畑中選手、1秒取り戻せ。さあ拍手していた時の爽やか笑顔はあるのでしょうか。ヘルメットの中の表情は伺えませんが、フライングした音を響かせながらスタート。さあ広場内では、西崎選手フリーターン済ませて出てくる。あのフリーターンの入り口が厳しいと不評だったんですけどね、下積みが入ってますね、多分大丈夫なんでしょう。さあ西崎選手帰ってまいりました。ラスト2回転、まず西崎選手ゴール、タイム2分12秒、2分12秒、お疲れ様でした。さあそうしまして、ゼッケン58番川村選手がスタートエリア。では川村選手準備よろしいですか。はい、では58番スタートいたします。さあ VTR のエンジン音を高めてからスタートした川村選手、前回4月の N ステージ優勝がこちら川村選手、かなりいい感じで走られています。ちなみに川村選手が被っているヘルメットがどうもあのカーボンのようなんですよね。後で持たせてもらいたいと思うんですけど、カーボンヘルメットだとめっちゃ軽いと思いますね。頭の中身は詰まってるんだと思いますけど、ヘルメットは非常に軽い。さあそして同じく VTR 畑中選手が帰ってきました。回転2回転、ここを2回転にしたのはカメラで抑えられたスピードです。さあゴール、タイム1分52秒、1分52秒です。畑中選手お疲れ様でした。